専門学校に入られてから、まあ、20年弱、まあ、料理一筋じゃないですけどやられてこられて、ちょっと一旦料理を横に置いといて、この西村さんご自身が全然趣味のこととかでもいいんですけど、あとご家族のこととかでもいいんですけども、うん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 、なんか西村さんご自身がこれからやってみたいこととか挑戦したいことって何かあったりしますか？なんだろうな、特に何だろう、他に何だろう、すごい猛烈になるような趣味があるわけではないんであれですけど、まあ家族がね、今僕子供が3人いるんで、小さい子たちはもうちょっと、そうだな、その子供たちと今火曜日、定休日で平日でなかなか小学校入っちゃうともうね、一番上ですけど、上の子なんかなかなか一緒にいる時間がないんで、だからもうちょっと、そうですね、仕事ばっかしてますけど、ね、家族と入れる時間を作らなきゃなと思ってるんですけどね、なかなか難しいんですけど、それをね、できるような、環境にしていくのもね、大事なのかなとは思ってますけどね、今このね、小さい時しかね、一緒にいれないですからね。なんか子供は3歳までに親全ての親孝行するなんていう言葉もあるくらい、まあ多分ね、下のお子様たち、まあ上のお子さんはもちろんなんですけど、下のお子様たちも今めちゃめちゃ可愛い時期でしょうから、なるほど。でも確かに週1休みだと西村さんご自身もしっかり休まなきゃいけないけれども、こう奥様と一緒に買い物行かれたりとか、もちろんお子様3人と、まあ遊びたい気持ちが大きいでしょうけど、やっぱ体がなかなか大変なとこは。大丈夫ですか？その辺は大丈夫ですよ、別に。まだそんなね、30代ですからね、はい、働き盛りなんで、そんな、そんなこと言ってらんないですよ。なんか今は、かつては野球に熱中されてましたけど、今はなんかその趣味は何かあったりするんですか？その特にない、特になんかないですよね。物欲とかもないですし、はい、まあ、競馬とかたまにやりますけど、はい、週末、それぐらいしかなんか楽しみがないというか、なんだろうな、ゴルフとかするな、してたんですけどね、やっぱり家族とか持っちゃうとなかなかね、週一行けなかったりするんで、ゴルフ、ね、行っていいとかあんまり言えないですから。そうですね。あとあれですよね、こう4人集めるってなるとなかなか火曜日限定になると集まらないとか、いろいろありますよね。そうですね。まあそれもあって、あんま趣味っていう趣味がないんで、そうですね。じゃあもう今ご家族の時間を、まあ、少しでも増やせるような、ね、少しでも、そうなんですよね、休みを取ったりね、して少しでも一緒にはいたいなとは思うんですけど、今一番可愛い時なんでね、特に。なるほど。じゃあちょっとそれはまああれですよね、今はなかなか外食産業がもう全体的に厳しい時期なので、ただそこを超えた先を見据えて、じゃあいろいろ体制作りじゃないですけど、そうですね、お店作りを今頑張られてる、そんな感じですかね。本当ですね。去年もね、正直あの協力金とかもらわず一切に、あの変、まあ、無視して、あのお酒ダメってなってからなんですけど、もうそれをやっちゃうとね、今まで本当それこそ支えてくれたお客さんとかはね、お酒ダメってあのまず来ないし、それでやっぱり忘れられるのがね、一番僕としては怖かったんで、やっぱり今後も考えると、その別に協力金でもらえてればね、なんとかなるけど、そういう問題じゃないんだっていう感じですよね。この先続けて生き残っていくにはもう、普通にやるのが一番だなと思ってやってました。確かにこの1年2年、まあ、5年くらいを見据えてだったらそのもらうっていうのはありだと思うんですけども、さっきの一番最初の話でこうコルシカさんのようにこう世代を超えて遊びに来てもらえるようなお店に育てようと思ったら、やっぱりその1回でも忘れられちゃうともう来てくれないですもんね。お客さんってね、正直ですからね、別にうちがはっきり言って潰れても他にいくらでも店はあるんで、そんな優しくないんですよね、お客さんって。だから、いくらでも見限られちゃうんで、すぐに。だそういう意味でね、そうなってしまったらもう終わりなんで、長く続けていくにはそういう選択をしましたね、僕は。
まあ、でもあれですもんね、こう感染対策はやりながら、うん、そのお客様に楽しんでいただける、うんはい、環境を作り続けたってことですもんね。もちろんそうですね。いやでも本当になんですかね、飲食店がどこも空いてない時期あったじゃないですか、うんうん、もう飲食店どころじゃなくて全てお店が閉まってる時期もある中で、うん、地元にそういったお店があるっていうのはなんか地域の人からしたら、うんうん、すごい嬉しかったと思いますよね、うんうん、まあ逆にね、本当その時に来て今まで知らなかった人が逆に、ねうんうん、知ってもらえる機会にもなりましたし、うんうん、まあなんか変な人は入れなきゃよかった、入れなきゃいいし、うん、自分のね子供のお店に会う人だけ来てくれればいいと思ってるんで、うんうんまあ、よかったなと思います。そしたら最後の質問になるんですけれども、うんはい、西村さんが、修行を始められた頃から大切にしていて、ずっと今も大切にしていて、きっとこれは今後も変わることなく大切にし続けることだなって思う、何か誰かからもらった言葉とか、うん、なんか大切にされてる日々のルーティンだとか、うん、何かあったりされますでしょうか。何ですかね、まあその妥協しないことじゃないですかね。うちでもね、その、昼間からこんな手打ちパスタ、ね、何種類も出してるところなんかあんまないと思いますし、この値段でしかも、うん、1100円で、うん、手打ちパスタをね、なかなか出してるところはないと思いますし、ね、鎌倉野菜も昼からランチから出してる、ね、この値段で出してるところないと思いますし、そういうところをね、別に質を落とそうと思えばね、落とせるし、野菜だって送ってもらえばいいんですけど、やっぱ自分で行ってみて買うことがなんかその伝わるのかなと思って行ってますけど、うん、やっぱそのを一番大切にしてることなのかな、その、うん、妥協しないっていうことですかね。まあ休もうと思えばいくらでも休めるし、楽しようと思えばねいくらでも楽できますけど、まあ、それをやってしまったらもうそれどんどんそうなるじゃないですか、うん、そこだけはなんか変わらないようにしていきたいと思ってますね、これからも。僕も普段移動八百屋っていう仕事を自分でやってるんですけれども、うんうん、その市場に発注をかけておいて、はい、なんかケースでもらうと、うんうんまあ、例えばみかんとかだとなんかだいぶ腐ってるなとかっていうのがたまに来たりですとか、うんうん、もちろんなんかナスを頼んでも全部を自分で見てないので傷んでるのが中に入ってたりとか、うんうん、そういうことは往々にして、まあ、ある、まあ、それは仕方ないといえば仕方ないし、でも西村さんがおっしゃるように自分の目で見れば防げることもきっとあるだろうし、うんうん、っていうところをなんか今ふと思い出してですね、うんうんうん、であとはこの僕遊びに来させていただくたびに思うんですけど、本当にお店がすごい綺麗で、なんかランチとかだと2人とかで基本やられてたりするじゃないですか、うんうん、でこんだけ清掃もやられてあれだけクオリティの高いお料理出されてすごい大変なんだろうなっていう、それはなんかお金の面とかじゃなくてこうなんか隅々までやるっていうその、うんうんうん、でもなんかその大変なんだろうなと思ったことがその今妥協しないっていうお話とすごいつながって、なんかすっとなんか僕の中で落ちるものがあって、うんうんはい、そうですね、やっぱそれもね、その店のね内装だったりもそうですよね、汚れ一つでもね取っとけば、うんうん、ね分かんないところもあるのかもしれないけど、ね、そういうのを一つ一つ、うん、なんか妥協してたら、ね、どんどん汚くなるし、どんどん質も悪くなる、ね、意外とお客さん見てますからね、うんうん、そうそう、トイレ一つだってね、うん、って感じかな、うん、もう確かに特にこうゆっくりできるお店だから、うん、またあそこ行きたいっていうふうに思われる地元の方も多いと思うんですけど、うん、そういった方たちこそ確かに待ってる間にちらっと目が行くような場所とかってあったりしますもんね。そうなんですよね、意外とお客さんっていろんなところを見てて、ね、いろんな、うん、結構敏感ですからね、で何がその人に触れるかわからないですからね、うん、もう来なくなってしまうこともありますからね、ちょっとほんとちょっとしたことで、うん、ほんと残酷ですからね、お客さんってね、うん、まあ、でも残酷な一面もあれば逆にずっと支えてくださったお客さんに温かい一面もたくさんあるってことですもんね、うんうんはい、ありがとうございます。なんか本当にこう
駅から僕は家が田園都市線のつくしのっていうところなので、はいはい、中央林間方面から来るときはいつも駒沢大学で降りて、うんうん、で今日は何を食べようかなとかですね、上馬の交差点を渡るぐらいにそろそろ決めなきゃ着いちゃうななんてことを考えながら歩いてくるんですけれども、はいはいはい、なんか毎回来るたびに決めてるつもりが迷ってしまうくらいちゃんとメニューもたくさんあって、うん、なんか確かにそんなにしょっちゅうは来れないんですけれども、うん、また行きたいなっていつも思うお店で、うん、本当に今の西村さんの妥協しないってお話が、うん、なんかすごい心強いのと、なんか僕は僕でこれからもずっと変わらずめちゃめちゃ応援しているので、ありがとうございます、はい、なんか本当にずっとここにあり続けて、ありがとうございます、はい、なんか何世代にもわたって僕も遊びに行きたいなって思いました、ね、はい、なれるように頑張りたいですね、本当、そのね、ランチのメニューもそうですよね、いくら同じ毎日ね同じこと同じメニューの方がね本当は楽だしね、仕込みもね楽だし労働時間も多分短くなるとは思いますけどね、ただもうそれをやってたらね自分も進歩しないしね、ずっとそのままじゃないですかね、うん、いやでもそのイタリア修行3年半されて人気のお店を作られててもまだ進歩を諦めてないというか、まだまだ進歩したいっていうところもまたすごい。いやだってもうみんな頑張ってますもんね、うん、今ほんと、うん、みんな努力してるんで、そこで止まったらもう負けるだけなんで、うん、ね、うん、なんか少しでもね一日一歩でも進まないと、うん、置いてかれるだけなんで、うんうん、そしたらねもうすぐ潰れちゃいますよ店なんか。いやありがとうございます。なんか本当カウンターに座らせていただくことが多いんですけど、なんか西村さんはパスタとか奥で作られるじゃないですか、はいはいはい、こう手早く寡黙にさっと作られるこう西村さん、ただこう SNS とかではこうたまに笑顔とかも出ていて、なんか今日はそんな笑顔を引き出せるかなってちょっと考えながら来たんですけども、なんか本当にあのもう一人のやつがやってるんですけど、はい、ふざけたい SNS とすごくなんか見てくる人がいて、料理とは関係ない話とかもたくさんあるんですけど、でもそれもまた関係ないですでもなんかそういったのが5回続いたら週末の西村さんの仕入れのお話があったりして、なんかすごくバランスよくいいチームワークなんだろうなって思いながら見ておりました。今日ごめんちょっとふざけすぎたからお願いしますって言ってくるんですちょっと一回真面目なのをお願いします挟んで、本当にいいチームだなと思いました。なんか本当これからも本当ずっと応援してますので、またどうぞ今後ともよろしくお願いいたします。うちなんかでよかったのか、いや本当にもうずっと出てほしくて本当、はい、本当に名だたる名店ばっかりだったから、ね、あ、いえいえ、あのなんあれ見させていただいたらね、はい、ヨグラさんとかあの、ね、ドンチッチョさんとか、はい、トリプレットさんもねめちゃくちゃ有名ですもん、有名ですけども、でもいやいやいや西村さんのオーステラデエさんもめっちゃ有名ですし、いやいやいや、あのなんていうんですかね、僕のこのサイトの話もうちょっとさせていただくと、うんうん、なんか有名なお店に、まあ、確かに出てきたいただきたいっていうのはあるんですけども、有名なお店にじゃあ出ていただきたいから、まあ、一回味見しに行こうとかってこう味見しに、うんうん、ご飯食べさせに行かせていただくと、ちょっとなんか写真ではすごい綺麗な料理、うん、店内なんですけども、うん、すごくサービスがなんかもう忙しすぎて、うん、あんまりサービスしてくれないなとか思ってたのと違うななんてお店も、まあ、たまにあるじゃないですか、うん、そうですね、であの出ていただく、まあ、一つの基準っていうとすごく生意気な言い方なんですけども、なんかスタッフの皆さんを含めたやっぱ温かいお店で、うんうんうん、僕のこのサイトはまだまだすごく発信力は弱いんですけども、まあ、一人でももし僕のサイトを見て遊びに行っていただく方がいたとしたら、やっぱその方もなんかしっかりのんびりくつろげて、うん、料理も美味しくてまた行きたいと思ってもらえるようなお店っていうのが一つ基準で、うん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 、でも本当ドゥエさん西村さんっていうのはもう出ていただきたいなって強く思っていたので、いやいやいや本当に今日は嬉しい時間となりました。本当にありがとうございます。ありがとうございます、はい、僕なんかでもよろしくお願いします。本当では今日のインタビューは西村隼人さんでした。ありがとうございます。